QR ネクスト、末吉九太郎の友達100人できるから。皆さんどうもです。 QR ネクスト、末吉九太郎の友達100人できるから、パーソナリティキューバーズの末吉九太郎です。 QR ネクストは文字通り喋りたくて仕方のないパーソナリティが、文化放送の次世代を担うべくまずはやってしまおうという非常にざっくばらんな企画です。前回の渋谷かほさんの後を引き継ぎまして、僕が5代目として友達を作ることを目指して全4回担当させていただきます。というわけで、先週は文化放送の寺島アナウンサーに来てもらいました。残念ながら寺島アナはお友達になってくれませんでしたがと書いてありますが、本当になってくれませんでしたよね。本当になってくれませんでしたね。だからなんか最初になった時のスタンスがもう、はい、なんかこの人なって、いつも僕が見る人々と同じ目をしてて、はい、この人なんないんだろうなと思ってて、でも僕も頑張って結構前のめりに行ったんですけど、うんうん、ダメでしたね、はい、くっそ。あのすいません、構成の吉田ですけれども、はい、寺島がね、弊社の寺島が言ってたんですけど、はい、あの人絶対いい人だっていうエピソードを言ってて、ですよね、あのいいやつなんですよ。僕一人でお話しされてる時にあの靴を脱いで喋られてたと、うん、だけど僕がじゃあ次ゲストコーナーで入りますって言った時に、九太郎さん靴を履いたと。あ、すごいいい人なんだなって思ったっていう寺島のエピソードがあって、俺はそれを聞いた時にあ、いい話だなと思ったんですけど、でも友達にはちょっとごめんなさいと。なぜなんだ、こんなにいいやつなのに。本当にね。そして早いもので今回が最終回です、うん、4回であっという間ですね。本当あっという間。今日はリスナーさんからのたくさん寄せられているメッセージをお届けしていきます。というわけでオープニングはこれくらいで、末吉九太郎の友達100人できるからスタートです。ではまずは挨拶代わりに僕も所属するキューバーズの楽曲を聴いてもらいましょう。お聴きください。キューバーズで妄想ロマンス。なる日は来るの、まさかハグとかエスコートもしちゃってみたり、君があの時口ずさんでいた歌うも君だけのために歌うよ、君は今何してるQR ネクスト、末吉九太郎の友達100人できるかな。お送りしております、 QR ネクスト、末吉九太郎の友100。それではコーナー行ってみましょう。友達ってなんだっけ。このコーナーではリスナーからこれが友達だよというエピソードを送ってもらいます。その際、世間一般の友達感覚とずれていると周りのみんなに言われる僕がそれに共感できるかどうか判定していきます。それでは紹介していきましょう。ありがとうございます。九太郎さん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日で終わりなの悲しいです。
キュー太郎さんの飛ばしてる感じのトーク大好きでした。飛ばしてないけどね別に。またぜひお願いします。私の友達の話なのですが、ズバリ一口ちょうだいが自然にできることだと思います。最後まで読んでください。買おう。この前そんなに仲良くない人とご飯をした時に、これ美味しそう、一口くださいと言ったら変な感じになりました。その時、あ、これって結構むずいことなんだなって分かりました。なので一口ちょうだいが自然に言える関係がいいお友達なんではないでしょうか、うん、はい、理解不能。信じ、僕本当に一口ちょうだいって言われるのマジで嫌いなんですよ。はいはいはい、なんか、え、まずなんでお前投げなきゃいけないんだよって言うのとえ、頼めよっていうのと、確かに、ね、あと何て言うんですか、うん、自分が食べれる量を想像して頼んでるのに、うんうんうん、そこで例えば唐揚げが1個減ったら、はい、それだけでもう全然その1日の今後が絶対変わってくるです、はい、ね、はい、そういうやつってしかも1個ちょうだいって言って私のもあげるからとか言うんですよ、はい、あ、いらないからって、うん、そこのそこそういうことじゃねえみたいな、うんうん、あるから僕めっちゃ嫌ですね。いや、こんな日が来ると思わなかったんですけど、はい、度胸感です。長次郎さん本当にわけわかんないですよね。ですよね。僕はそう言われた時に、はい、あ、いいよって言って、もう一個頼もうじゃって、俺もちょっと食べたいからって言って頼むんですよ。でもそのお金誰が払うのって言うと、はい、まあそれはね 400-500円ですよ、うんうん、ちっちゃいプレートですから、うんうん、え、これ俺払うの、え、割り勘みたいな、はいはい、思います。それで割り勘意味わかんないです。まず意味わかんない。てか元々割り勘も意味わかんないし、いや、ちょっとそこはまだ話がそ それに比べちゃう そこからまたそこでまた割り勘みたいなの来るとわ、分かりま、吉田さんやっぱ僕たちって気が合うんだ。いや、ちょっとわかんないですけど、そうだった。飲み物とかも嫌じゃないですか、ペットボトルとか。信じらんないですよね。僕男子校の運動部だったんですけどマイペットボトル用意してましたもん。結構運動部ってみんなごっちゃですよね。そうそう、ごっちゃだ。みんな同じこうなんかボトルから水とか飲んでたんですけど、うんうん、あ、絶対無理と思って。ですよね。自分のマイペットボトル、マイペットボトル、あの、よくあるのが、例えばお肉の塊を、まあ、切って食べる、まあ、ステーキとかですね、はいはいはい、それを一切れちょうだいって言ってくるやつ、マジなんなんだよって思う。マジやだ。ステーキなんて絶対嫌です。お前真ん中から行ったら今なっていう、そういうやつ絶対真ん中、真ん中か、もしくは端じゃなくて端からちょっと隣のやつ、そうそうそう、ちょっといい具合に油が乗ってるようなやつ、じゃあ俺のなんかあげるよみたいなさ、めっちゃやだ。いらねっつのっていう、ほんとやだ、うん、鍋とかどうですか。鍋もめちゃめちゃ僕もう鍋行くってなった時点で嫌ですもん。わ、くそ、わかる。なんで鍋なのって思っちゃう。わかります。嫌ですよね、取る時が。わかります。鶏箸どうします、何で取ります。僕はあの2回経由するんですけど2回経由、あの、自分用の、はい、いわゆるこう小鉢みたいになってるタレを入れるやつがまだあるじゃないですか、はいはいはい、で僕それ以外にもう一個いただくんですよ、うん、すいません、ちょっとお皿いただけますかっつって、はいはい、お皿もらって、でそこに絶対こう菜箸っていうんですか、はいはい、あの、もうそれ用のもので、絶対そこの1個経由するところにまず1個入れの、うんうん、さらにそっから自分の小鉢まで自分の箸で入れる。要は僕菜箸で直に自分のおつゆのところに取るのも嫌なんです。なんか、はい、入ってるやんって思う。え、いや待って、俺九太郎さんに惹かれると思わなかったじゃあ吉田さんこじらせてますね結構。やば、なんかわかんないんですけど、あの、これも特殊な例かもしれないんですけど、鍋とか食べてて雑炊やろうみたいになるじゃないですか最後、はいはいはい、で、まあ、シャップズでいいですよそれは自分の手元にあった小鉢から汁戻す人いません？いや、マジいる。でしかもなんか、あれ何なんすか、気使ってる風な顔して、そうそう、ああ足りないねみたいな、足りないなら頼むからいいですと、ほんとやめてほしい、ほんとやめろよって思うんですよ。あいつほんとですよ、あの野郎って。しかも結構手際いいんですよね。そうそう、うん、そうそうそう、みんな入れないよみたいな、入れねえよっつって、入れねえしもうそれ食えねえわ、ほんとやだ。だから、でもそれができるのが友達じゃないかっていうのをなしさん言ってる。そんなことはない。
焼肉でも気使って取ってくれる人いるんですけど、うん、大抵自分の箸で取っていくんですよ、そういうやつ。あ、分かる分かる。取んなよと思う。分かる、意味わかんねえ。焦げた方がまだマシと思って。そう、どうしてトングがあるのに自分の箸でこの人取るんだろう。そうなんですよ。共感できる方いらっしゃいますか、今のトーク。スタジオの外に4人いらっしゃるのかな。鍋は全員共感してる。じゃああっちが少数派なんですかね。いやでもね、おじさんとかマジでやりますからね。てかこのテーマの吉田さんの熱量がすごくて、すいません、ちょっとね、俺これこのメールを見た時に小躍りしちゃったんで。これは小躍りしたんですか。小躍りしちゃいました。いやでもめちゃめちゃわかります、ね、吉田さんとならお鍋絶対いけます、うん、いやこれね、食事はワンチャン今のトークでいけるかなと思いました、うん、ワンチャンね。ワンチャンって緊張する。めっちゃ緊張する。いや、しかしね、うん、もう一枚あるんですよ、はい、これができないとね、お友達できないですよっていうメールが。ありがとうございます。ラジオネーム冷やし中華大好きさんからです。キューちゃんこんにちは。こんにちは。いよいよ3週間ですね。4回目ですが、キューちゃんに友達ができそうな予感がしないのでとっても不安です。友達のあり方は人それぞれだと思いますが、やっぱり一度キューちゃんの友達に求める条件を改めて見たらどうかなと思ったのですが、きっとキューちゃんのストレスが溜まってしまうと思ったので、ありのままのキューちゃんと友達になりたいと思う人が出てくるのを待つしかないのかなと思います。ただ、さすがに北海道さんがかわいそうなので、まずは今すぐ感謝の気持ちを伝えた方がいいと思います。ありがとうございます。この方はきっとキュー太郎さんのことも大好きだから、友達が作ってね、うんうん、できたらいいなと思っていただいてて、うんうん、だけどそれをやるにはストレスがかかっちゃうから、うんうん、結果待ってればいいんじゃないですかっていう、うんうんうん、僕26年間待ってできてないので、ね、それがね、うん、入り口ですからね、はい、この文の中に改めた方がいいみたいな書いてあったじゃないですか、うん、僕改めた方がいいって言われるのめちゃめちゃ嫌いなんですよ。あ、冷やし中華さん、ちょっとこれ反省してください。ちょっとこれは反省してほしい。改めてほしいっていうのは僕には言わ、うん、そっちが一回改めてから来てって改めてって言われちゃうのがすごく嫌いなんですよね。びっくりしちゃったけどびっくりしちゃったけど、そこは切り替えて、とんでもないところになんか埋まってましたね、はい、そこは切り替えて、ありがとうって気持ちが大切ですよと、うんうん、でも例えば奢ってもらった時とか、僕ごちそうさまって言いますし。いや、ごちそうさまとありがとうは違いますよ。あ、そうなんですか、うん、ただ北海道は無条件にしてくれるんで、うん、はい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 、ごちそうさまって言ってるしありがとうっていうか、ありがとう、まあ、でも人によってはこう、友達なんだからありがとうなんて言わなくていいんだよっていう意見の人もいますから、うんうん、まあ、感謝してるよとかね。あと、ありがとうって言わされて言うもんじゃないですしね本当に込み上げてきた時に ありがとうって言うもんじゃないですか、うんうん、あ、逆に言うと人生26年、うん、そのタイミングは来なかった。溢れてきたありがとうですか。そう、マジありがとうっていう、別にそれはもうプライベート仕事関わらず、例えば何かの誰かのファインプレーのおかげで、あ、いいパフォーマンスができたとか、あ、これすげえ困ってたけどこいつが助けてくれたおかげだ、マジありがとうみたいな。こみ上げてきたのはないですね。このありがとうを言っていい風に転ぶなって思ったらありがとうって言うみたいな、そういう意味のありがとうはめっちゃ言います、はいはい、まあ、いわゆる打算計算ですよね。そうですね、こうした方が円滑に回るんじゃないかと、うん、次に繋がるんじゃないか。そうですね。で、ありがとう。いや、そうじゃない、違いますよ。やべえやつじゃないですか、そんなそんな純粋なありがとうって言います。いや、言いますよ。ありがとうって純粋な言葉ですもん。本当にありがとうねって。え、それって本当に何の、本当に真っ白な心で言ってます、うん、真っ白な心で。例えば、まあ生々しいですけど、じゃあ例えばこうゲストさんにね、誰かに来ていただく、うんうん、番組に来ていただくって時に、はいはい、うんうん、もうすごく相手の例えば事務所さんとかレーベルさんとか頑張ってくれたってなって、うん、はい、で、あ、きっとこれ大変だったんだろうなって思った時に、うわ、なんか申し訳ないな、本当にもう嬉しいなって時に、やっぱりありがとうございますってやっぱ自然に出ますよ。そうだ、もうあのこう顔をくしゃっとしてこう頭下げちゃう感じですよ、うん、とかね、友達がじゃあ、いや本当に忙しい中ね、あのじゃあ例えば車で迎えに来てくれたとか、はいはいはい、あ、だってお前何時集合って言ってたじゃんつって、いやいや、なんかお前なんか大変そうだから俺迎えに来たよ今日つって、マジか、本当ありがとうとか、うーん、じゃあちょっと俺コーヒー買ってくるわみたいな、え、コーヒー、コーヒーなんかそうね、迎えに来てくれたから、あ、俺じゃあそれ俺今コーヒー買ってくるよみたいな、ええー、甘いの甘くないのなんて聞いちゃう、じゃあ甘くないのでみたいな、
タバコ吸うやつだったらちょっとタバコつけてやったりとかガムつけてあげたりとか、ひたでり尽くせりじゃないですか。尽くすタイプなんですね。いやでもやってもらってますからね、同じこと。迎えに来てもらっただけでコーヒー、まで俺がやったら逆に迎えに行ってあげることもあるし、よっつってね、駅前かなんかで、わあいい乗れや、わあいい、ね、助かる。それやっぱお友達、あマジなんで来たの、あれだあれだなみたいな、だ重いのからこう軽いありがとうまでいろいろあります、はい、ダサンじゃなくてねっていうお話は理解できました。今あの前半の方は仕事の方のありがとうございますに関しては僕は何も言わないでおきます、うんうん、あの否定してもなんかあれじゃないですか僕の仕事にも影響が大きそうじゃないですか、まあ、今更感すごいですけどね。だからそういう仕事系に関しては何も言わずに、後半のはちょっと理解苦しみますけどね。あできねえんだあなんとなく理解できますじゃないんだ。うん、あんまり込み上げたありがとうっていうのが人生でないので、いっす、まあこれからまだね人生ね、70年80年ありますから、はい、ね、そういう方に出会えればいいんじゃないでしょうか。確かに、でも僕本当に純粋なありがとうとか込み上げてきたら僕多分泣きながらありがとうって言っちゃう、ね、わいいじゃないですか。だからそういうことが、そういうことが起きる日が来るかもしれませんですよね、うん、ね、その日を願って、はい、生きていってください。じゃあこれちょっと締めていただいてはい、お願いします。はい、はい、というわけで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。QR ネクスト末吉九太郎の友達100人できるかな、お送りしております QR ネクスト末吉九太郎の友100。続いてはこちらのコーナー行ってみましょう。これだけは許せない。このコーナーではリスナーさんが友達にされて、いくら友達でもこれだけは絶対に許せないというエピソードを募集して、普通の人とは若干違う友達感覚を持っている僕が本当にそれが許せないかジャッジしていきます、はい、それでは紹介していきましょう。ありがとうございます、はい、ラジオネーム小松さん、うん、最近友達にされてびっくりしたんですが、カラオケしてて私がお手洗いに行ってる最中に勝手にスマホを触られていたんです。LINE とかを見られてたわけではなく、一緒にやってるゲームのレベルを確認されてたんですが、そもそも人のスマホを勝手に見るってやばくないですか。まあロックをかけずにそのままにしてた私も悪いんですけど、九太郎さんどう思いますか。これはないですよね。やっぱロックかけなかったとはいえね、人の携帯、あれ顔がちょっと九太郎さん、僕基本的に北海道のはめちゃめちゃ勝手に見ますね。いや、それだ北海道さんが悪いですよね。だってロックかけないで置いてるわけじゃないですか、見られんのに。ロックはかけてます。あのえ、ロックかけてるんですか。はい、あのロックを解除してるところを盗み見て、はい、あの、ま、やめなさいよまた分かりやすい番号なのよ。そうで、お風呂入った時にツイッターとか LINE とか見ちゃったりしてツーンじゃないんですよ。なんですかそれ、おすまし顔みたいなの腹立つなあ、でも逆に分かりますもんね。だって北海道さんも何、あ、九太郎さんが自分の携帯、お前九ちゃん何やってんのとか、うん、ダメだよ勝手に触っちゃうみたいなこと言われないんですか。あ、言われます。ん、うん、何し、あ、何、なんか勝手にいじったっしょ、うん、え、いじったよ、あ、いじったとは言うんだ。あ、言います、言います。え、北海道さんなんて言うんですか。いつもムッとしてますけど、僕がいじったよって結構もう明るめに言うと、うん、なんかそんな悪いことじゃないと思うらしくて、ちょっと真昼らしくて、はあみたいなで話変える。うーん、お風呂長いんですよあいつ、北海道さん。お風呂長いからその間結構いじれるんで、僕こう全4回今九太郎さんとやってて思ったんですけど、うんうん、ずっと九太郎さんがね、あのちょっとあの一般の方とはちょっと感覚ずれてるかなと思ってたんですけど、なんか言いますね、最近やっぱ俺北海道さんもまあまあやべえんじゃねえか説っていういやだから北海道がやばいんだ、あいつはやばいやつ。あ、違います違います、北海道さんもまあ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 、俺逆にでも北海道さん友達いるんですもんね。北海道さんめっちゃいます。ここが分かんないんだよね。学校の人気者でしたね、うん、
いやノリがいいタイプの人、まあちょっとね、うんうん、あどうですかそのメールは。だから私もやっちゃうから許せないことではないんじゃないでしょうかと、うんうん、別にそんなに悪いことではないと思う。ただ僕がされたのはマジでブチ切れますけどね。あでしょうね、うん、肩パンはする。肩パン、はい、久しぶりに聞いた肩パンね、はいはい、でも僕しちゃうから、まあ、許してあげてほしいです。わかりました。そしたら次はですねこちら行きましょうか。ありがとうございます、はい、ラジオネームかなこさん、はい、お腹鳴ったラジオネームかなこさん、はい、きゅうたろうさんこんにちは。こんにちは。ちょっと聞いてください。この前友達と遊んでたら急に、あごめん彼氏に呼ばれたから行くわ、また遊ぼうって言って突然帰っちゃったんです。めっちゃお腹鳴った普通の、うん、普通の街中ならまだ許せたんですけど、うん、言われた場所はなんと東京ディズニーランド、うん、東京ディズニーランドだったんです、うん、その友達も入れて4人で来ていたので、その友達が帰った後も残りの3人で楽しんだんですけど、めっちゃイラつきました。どうでしょうか。うーんまあねなんて言うんだろう、ご意見番みたいな急になんか、うん、まあ僕もこの3人の方、はい、残された方に行ったらめちゃめちゃムカつきます。なんなんだあいつってなりますよね、うん、舐めとんかってなります、うん、けど、うん、一回考えてほしいのは、はいはいはい、その3人の中で話し合ってほしくて、うん、なんか日はなかったのかなって、自分たちにその日、はい、はいうん、その帰った子いるじゃないですか、はい、その子を楽しませてあげることはできてたかなって。これは僕が帰った立場だったらって話なんですけど、はい、僕もその子たちがもしその夢の国ですよね、夢の国に行って、うん、僕が快適に過ごせないようにしてるんだったら、僕も多分快適な他のところに行っちゃうこともあると思うんですよ。例えば、はいはい、さささっとファストパスとか取りに行ってあげましたか、ね、並んでる間にえみんなで行くってことだよね。みんなで4人でファストパス取り行ったとかそういうことだよね。あいやいや分担したり、あなるほど、ね、例えばこっちで並んでるからファストパスに行ってこい、あじゃあ僕はこれ取りに行くから、うん、じゃあキュータラはあっち取り行ってよとかってことかな。取りに行ってよはないですけど僕は、うん、並んでるならいいんですけど、僕が移動することはないですけど、はい、そう快適に乗れるようにシャシャシャッとファストパスを取りに行ったのかとか、うん、並んでる時に僕その一人の人が楽しめるような会話をちゃんとできましたかっていう、そこを考えた上でもしできてるんだとしたらそれは帰った人が悪い、はい、けどそれができてない、ファストパス取りに行ってないんだとしたら、うん、その3人が悪いんじゃないかな。要は残りの3人でその帰っちゃった人を楽しませてあげられてないだろうと、うん、だからあのねこの人は彼氏のとこ行っちゃったんじゃない、うん、僕ももし一人で周りの3人がそういう感じだったら僕もちゃちゃっと帰っちゃうかもしれないです、うん、もうやっぱもうやべえやべえですよ。でこの人やばいですよねまあその人もやべえけども、うん、まあでもね例えば街中とかね普通にこう、うん、じゃあ繁華街というか、じゃあ例えば渋谷新宿で飲んでて、はい、だったらまあ俺分かんなくはないかなと思うんですけど、はいはいはい、だから東京ディズニーランドね、まあ、いわゆるテーマパークなんて入館料とかね、はいはい、入園料とか払っていくわけじゃないですか。確かに。ほんなのに帰るって俺よっぽどだなと思って。でもキュウタロウさんの場合キュウタロウさん払わないのか。僕そうですね、東京ディズニーランドとか払わないですね。北海道さんのところに払う。そうですね。あとはそうですねまあなので、うん、まあでも一方でやっぱでも帰っちゃダメだろうって気持ちもありますもんね。楽しんでたら帰っちゃダメだろうって気持ちもありますよ、うん、ただそれは相手も非があったらそれは仕方ない。てか多分東京ディズニーランドそれこそ今言ってたじゃないですか、はい、飲み会だったら分かるみたいな、うんうん、それに甘んじて東京ディズニーランドだから大丈夫だろうと思って、あ逆にね、うん、あその残りの3人の話してる。そうですそうです、あ、はいはいはい、3人が甘んじておもてなししなかった気がする、うん、友達と遊ぶのに甘んじるとかありますか。あります、あります。甘んじ北海道もたまに甘んじるんですよ。はあ、聞きましょう。たまにマジで甘んじるんですね、うん、なんかちょっと例えばご飯行って、はい、その後美味しいケーキを食べに行った時に、いいじゃないですか、ちょっと割り勘にするみたいな雰囲気出す時なんですよ。出た、お会計の時とかにほら見ろ、やっぱり習いたくないんだよ、かわいそうに僕が来るのを待つんです、お会計で。それは甘んじすぎと思っていや俺北海道さんもうさっきね、先ほどこう
まあまあの人なんじゃねえかみたいなこと言いましたけど、うんうん、違うわ北海道さん我慢強いんだやっぱりいやだから甘んじるんですよよくないよってだから僕もそういう時はお金払うわけないじゃんって僕が、はい、だから僕そういう時はちゃんとピシッとシッタするんでシッタ、はい、多分叱りつけるとこの人もそうですね、うん、なるほどっていう意味で言うとそんなに頭のこなしにこの帰った人は僕は怒れない。わかりました。今日でこの番組おしまいなんですけども、うんうん、まあねさっきオープニングでも言いましたけど、うんうん、友達100人できるかなって言ってるじゃないですか、うんうん、で今の状況で、まあ、正直言うと、うん、やっぱこうで先週の寺島アナもそうですけど、うんうん、他の方にねちょっとやっぱ Q、はい、太郎さん紹介できないなと思って紹介できない僕が怒られちゃうなと思ってなんでですか。ただ一方でやっぱりね、うん、僕Q太郎さんさっきのね、うん、鍋の話とかもそうですけど、うん、共感するとこもあったんで、あ、はい、まず、うん、僕とお友達になりましょう。え怖い。いや僕とお友達になりましょう。で僕があの徹底的に鍛え直しますんで。え本当になってくれるんですか。なります。なりましょう。ありがとうございます。こちらこそ申し訳ない偉そうに。なんでね、マネージャーさんとか、はい、レベルの方にあの僕の電話番号とか、え、ちょっと待って、本当ですか。メールアドレスとかあのお伝えしてあるんで。やば、もし Q 太郎さんの吉田さん、僕あと一番最初に言いますけど、僕絶対車でも迎えに行かないし、あのお金はあの割ってもらいますから、絶対それはもうそっから始めましょう。そっから始めましょう。え、僕がマックスで払えるのは2人で4,000円までです。それ以上は無理です。迎えに来てくれないんか。いやですよ。でも絶対行かない。あ、じゃあでも僕じゃあでもなってくれるのが嬉しいんで、いはい、うん、うん、いじゃあはい、うん、いやちょっと待って、なんで渋々なんすかえ、怖っ。迎えに来ないのかと思って。迎えに来ないですよ。行くわけないじゃないですか。送りもなしですか。送りもない、迎えもなかった、送りもないよ。あとなんで俺車で行かなきゃいけないんだお酒飲めないじゃないですか。そしたらマジ、まあ、はい、じゃあいいですよえ、俺が悪いんですかねこれ俺が悪いんかな。でも友達になってくれるのはとっても嬉しいんで。もちろんですよ。僕もね、キュウタロウさんみたいなお友達が欲しいなと思って。うわ、ここマジ譲れないけどな。絶対迎えないですか。絶対迎えない。4,000円以内ですよね。4,000円以内に抑えることはできます。僕そんなに食べないんで、はい、上カルビをカルビにすればいいんだな。あの、え、焼肉屋で2人で4,000円で抑えるとします、ね、絶対無理ですよそんなの。あ、2人でですか。僕だけじゃなくて2人ですよ。あ、そういうことか。そ、だからまずご飯からですよ。きつ、ランチとか。マジか、うん、ランチですね。じゃあ北海道さん呼んで北海道さんに払ってもらってる手もあるけど、ね、確かに。まあなんで、はい、でも嬉しいです。よろしくお願いします。え、嬉しい。こっからどんどん増やしていきましょう。はい、ありがとうございます。なんで僕のこと、ありがとうございます。あとね、あのマネージャーさんから、はい、僕の番号を聞いて、やったー、あのお電話、お電話勘弁してください。あのなんかなんでですか。メッセージいただけば。基本的にあの、はい、僕電話があんま好きじゃないあ、でも、はい、好きじゃないですか。僕電話あんま好きじゃない。でも僕あの、うん、例えば、うん、LINE とかして返事来ないと、はい、鬼電しますよ。いや怖え、絶対 LINE だけは教えないわ絶対やだ。返事すぐ来ないとイライラしちゃうんで。無理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 。ちなみにお仕事ってあの何時くらいに終わるですか。あ、でも僕は日によってまちまちなんで、はい、あ、じゃあそれだけ送っといてもらって、はい、早い時間の日もあれば、はいはい、今日みたいな土日の日もあれば夜遅い日もあれば、ね、あ、じゃあ月曜日に一回全部毎週送ってもらって、で僕が都合のいい時に連絡するんで。いやだいやだいやだ、それ友達じゃないもんだって。とりあえずそういうスタンスでお願いします。わかりました、ありがとうございます。俺の話聞いてくんね、はい、はい、じゃあ以上です。嬉しい、ちょっと嬉しいな。というわけで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございましたありがとうございました。お送りしてきました QR ネクスト末吉Q太郎の友達100人できるかな。あっという間にお別れの時間です。寂しい、全4回あっという間に終了してしまいました、うん、スタッフ的にはもっと Q 太郎さんと番組をやってみたいです。やった！やっぱ引き出しきれなかった。え、いや引き出されましたよ。いや全4回ではもうとてもじゃないけれども、皆さんとっても優しくて、え、ありがとうございます。そんなこと言ってくれるんですか。素晴らしかったですよ。今のありがとうございますは結構計算していっちゃいました言わなくていいんだよでもとっても嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございました。 Q 太郎さん、いろいろ勉強してもらいましたが、友達できそうですか。
でも僕なんか吉田さんと思うとお友達になれたから、はい、結構なんかまかないそう。絶対迎えに行かないです。いや違うんですよ、受け止めきれない。あとそんな大量には受け止めきれないです。僕なんでですか。あでも大丈夫です、はい、それはもう麻痺してくんで。いやだいやだ、麻痺してくんで大丈夫です。一回ご飯行ったもん勝ちだと思ってんで。ありがとうございます。キュー太郎さん、キューバーズ、そしてキュー太郎さんからのお知らせがありました、はい、お願いいたします。はい、10月の9日にキューバーズセカンドシングル妄想ロマンスがリリースとなります。ありがとうございます。そしてなんとそのセカンドシングル妄想ロマンスなんですが、文化放送レコメンチェックをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ僕今知ったんですけど、めちゃめちゃ嬉しいんですけどね。先ほどね打ち合わせの時に、はい、とっても嬉しいです、はい、10月14日から毎日かけていただけるということらしくて、はい、僕も毎日聞きたいと思います。よろしくお願いします。そして、うん、そんな僕たちキューバーズですが、11月9日より透明版ツアーよ、僕と君の妄想ロマンスが始まります。これ初日が東京公演でですね、11月9日東京公演渋谷クラブクアトロでありますので、はい、皆さんぜひとも遊びに来てください、はい、さあというわけで、あの木田さん、僕東京以外は行かないですからね。え、あの東京なんか大阪でライブやってて今終わってあのご飯食べようって言われても、僕大阪とかも絶対行かないんです。え、なんですか、あの迎えで、しかもそれで迎えに来てた。いや東京から大阪までって8時間ぐらいかかるんですよ。ガー来てもらって、あ着きましたって言ったら、え、まあ寝てるに決まってんじゃん、帰れよって言われて。でもたこ焼き食べたい、焼き食べたい、お好み焼き食べたい、ね、あとひつまぶし名古屋も行くんです。いいじゃないですか。はい、なんで一応日程は送っとくんでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、というわけでそろそろお別れの時間です、はい、お相手は瀬吉九太郎でした。またどこかでバイバーイ。